サールナートホールは、静岡県静岡市葵区三行町11-14に、ある多目的ホール。道路を挟んで北側に隣接する、臨済宗明神寺派、法安史事の男神と会館としての性格を持つ。会館時からの館長は、法安史事住職の藤原康二。サールナートとは、インドウッタルプラデーシュ州にある地名であり、釈迦が悟りを開いてから初めて教えを説いた。 発展法輪の地とされる場所である。建物の入り口、JR 東海道新幹線、東海道本線静岡駅北口から徒歩5分、道路を挟んで、法安市寺の南側に隣接する約2000平方メートルの敷地に、延べ床面積3826平方メートルで3階建てのサールナートホールと駐車場がある。サールナートホールの建物は、 鉄筋コンクリート作りと鉄骨作りを組み合わせており、インドの仏教遺跡をモチーフとしている。一方で外観には、レンガタイルが貼られて、西洋風であることから、美術館や教会に似ているとされる。設計は、静岡県立美術館の設計なども手掛けた、高木茂生。一階に約二百席のメインホールが、二階に、和室や研修室や子供の広場が、三階に2。 スクリーンを有する映画館の静岡シネギャラリーがある。全席固定200席の多目的ホールは、音楽、演劇、古典芸能などが上演できる、可変ステージとなっている。2階にはかつて男神都用の座禅堂があり、3階の静岡シネギャラリーはかつて会議室だった。法安氏が男神都会館として運営するユニークなホールであり、自社が所有する。 本格的な会館を市民に開放するのは静岡県で初のことだった。音の反響には定評がある1階のメインホールではコンサートや映画上映会を不定期に開催している。ホールの方針として地域重視、企画志向を掲げており寄せや方角などの伝統芸能にも取り組んでいる。それまでの静岡市には演劇場が少なくこの地域の劇団にとって 初の常設の根拠地となった。なお、同じ静岡市には、静岡銀行が運営する、静銀、ホールユーフォニアなどもある。2階の研修室では、日本文化などの講座を開催している。静岡市街地における、サールナートホールの位置1階のロビー、臨済収明神寺派、法安史寺の後継ぎである、藤原康史は、戦中の1944年11月に、 静岡県静岡市に生まれた。京都大学法学部在学中には、外交官になりたいという夢を持ち、また司法試験を受けたこともあった。父親の死去によって1994年に、法安市寺の住職となった。藤原は1995年に、株式会社サールナートホールを設立。同年4月9日に、法安市寺の断信都会館である。 サールナートホールが開館した。当初は、葬式や法事を主要な事業に想定していたが、一般市民向けのコンサートなどの文化事業も手掛けている。静岡シネギャラリーの座席1995年10月には、メインホールで、名作映画の会員制上映会、シネサロンをスタートさせた。月2回の頻度で開催され、各回の上映前に、 映画評論家の石原育子による作品解説が付く。第1回は、ルキノ・ビスコンティ監督の、ベニス・に死す、第2回は、フェデリコ・フェリーニ監督の、銅。第3回は、ゲオルギー・シセン・エラーヤ監督の、放浪の画家ピイロスマニだった。メインホールの会員制上映会は、東京、神田神保町の岩波ホールを目標に挙げ、地方都市で上映されることの少ない独立プロや、 ミニシアター系の作品を35ミリフィルムで上映した。しかしメインホールは常設の映画館ではなく多目的施設であり、作品の上映期間や上映回数に制限があった。このために上映用の作品を求めても配給会社から断られることもあった。2003年12月20日、サールナートホール3階に常設映画館の静岡、シネギャラリーを開館させた。 約3500万円かけて会議室だった部分を映画館に改装している。会館当初の座席数は45席と47席。大手映画配給会社の系列に属さない単館系映画館として運営している。2006年3月6日にはサールナートホール10周年記念パーティーを開催した。ありがとうございます。